阪神、惨敗続き、伊勢高尾が、森下6番は愚作。と断言、岡田監督、8月まで耐え忍ぶ。阪神は30日の日本ハム戦、甲子園で0、6の完敗を喫し、3連敗となりました。最近8試合連続で3得点以下しか挙げられていない打線は、この日も3発4安打と制裁を書き、相手投手陣の前に完全に沈黙しました。 主砲佐藤輝やノイジーが成績不振でファーム再調整を余儀なくされている今初夏の岡田虎は我慢の時期が続いています伊勢高雄氏の見解は先頭打者こそ出塁するものの後続が続かず得点につながりませんここ数試合の阪神の攻撃は同じような風景ばかりが目立ちます4番に座る大山悠介内野手29の状態が最悪であることが原因でしょう 打率2割7輪は規定到達打者24人中21責任感の強い彼は自分が決めなければという思いが力みにつながり悪循環を引き起こしています力みは体特に左肩の開きにつながります外へ逃げるスライダー系の変化球を打ち損じ凡退する姿が目立つ大山ですがまずは彼を孤立させないことを念頭に置き打順を組み直すべきですこの日 阪神は同じく打撃不振に陥っている森下を3番から6番に下げて起用しました。私はこれは悪手だと感じています。佐藤輝を2軍降格で書く今、森下はチーム内でも数少ない長打を期待できる打者です。小野寺より、森下を3番に置いた方が相手バッテリーは嫌がるはずです。大山ばかりにマークが集中する状況を作ってはいけません。佐藤輝の1軍復帰を早める手もありますが。 経験豊富な岡田監督のことですから、シーズンの勝負どころは8月以降と見て、今はしっかりファームで鍛え直したい気持ちが強いのではないでしょうか。の状況を簡単に打開する特効薬は残念ながらありません。辛抱強く打撃陣の復調を待ち続け、交流戦は5割前後で乗り切ることができれば御の字と考えているのでしょう。いずれにせよ、大山と佐藤輝の復調なくして、阪神の連覇はありえません。ファンの反応。 森下は3番固定でいいと思う毎回打てるわけではないが阪神打線の中では比較的不調の期間は短い選手だと思う問題はやっぱり4番大山のことは悪く言いたくはないが現状ではスタメンは無理代わりは腹口でいいと思うあの投手を前面に出す姿は今の阪神に勢いを持ってきてくれるこれだけ惨憺たる状態にありながら僅差の2位にいるのは幸運 すべては投手陣のおかげだが、その投手陣に疲れが見えてきた今、やはり打撃陣に何とかしてほしい。近本も中野も神ではない。ましてや小さな身体に鞭打ってさすがに疲れも出てきたんだろう。他の選手が奮起しないと、残り3分の2のペナントレース。幸い、他のチームも付き合ってくれてるうちに何とかしないと、4番がダメなんで前後の3.5番は4番の攻めをされる。 今の森下に4番の役目は重すぎるという判断だろう。岡田監督は大山4番と心中する覚悟なんだろう。森下はこれからの選手、いずれ主軸を任せるのだろうが、このチーム状況で潰されるのを回避させたいのだろう。あとの主軸として頑張ってもらいたい。素人ですが、大山のバッティングフォームは当たっても飛ぶ。ようには見えないんですが、バットの先を前に向けているので。 おのずと振るときは下からの超アッパースイングになってますし、誰か助言できる子、チとかいないんでしょうか、昔はもっと普通に構えてたような気がします。勝負は夏頃からという記事をよく見ますが、ファンあってのプロ野球ですし、見ていてもつまらない、期待感というかワクワク感が全くないので面白くないです。まあ佐藤の復調を待つといっても、シーズン入って交流戦が始まる今まで変化のない状態でいつまで待つのか。 ファームには調子の良さそうな若手がいるんだから思い切って入れ替えをするべきではないのか。井上、野口、いつトヨタ、栄とキャッチャーも3人にすればいい。大山は使い続けるより一旦ファームで調整した方が早く機能するようになるんじゃないか。今の状態はあまりにも情けない。虎打線崩壊、原口文仁の4番起用が起死回生の一手か。 30日に甲子園で行われた日本生命セ・パ交流戦、阪神で六日本ハム。厳しい試合だった。木曜のナイターにもかかわらず、今季最多観衆の4万2614人が詰めかけた甲子園で、敵将、新庄剛志率いる日本ハムの強さが際立った。阪神はまたも得点できず、0風負け、交流戦でいきなり連敗し、今季2度目の3連敗を喫した。 本拠地での貯金もなくなくった。打撃が振るわないうえ、この日は守りのミスも目立った。4回に先発、西勇輝がギダ野戦失策を犯した。野球に詳しくない人には説明が難しいミスで、29日には遊撃、木浪誠也も野戦失策をしており、連日のミスが続いた。2点打線と言われるほど、50試合中31試合が2点以下で終わっている。それでも陣、 特にブルペンの力で貯金を作ってきたしかし、その救援陣も最近は失点が増えている。打線が打たないと投手も苦しくなるのは当然のことだ。指揮官、岡田明信のコメントも少々やけくそ気味になってきた。いや、つながりってヒット何本打ってんねん。どうやってつながんのよ、お前、そんなんお前と言ったように、毎試合同じような展開では苦しい状況だ。 思い出すのは2週間前の中日戦、バンテリンドームでの4番、原口文人の起用だ。岡田は初めて大山裕介をスタメンから外し、原口を起用した。その試合で原口は1号三段を放ち、ファンを歓喜させた。次のカードが千葉でのロッテ戦ということもあり、原口のことが脳裏に浮かんだ。5年年前の2019年6月4日 大腸がんからの復帰を目指していた原口が234日ぶりに1軍公式戦に出場し9回に敵地二塁打を放ったのだそうですね今はもうあの時はいい時間を過ごしたなという思いだけですけどねでも僕もあれはこの時期の千葉だったなと最近思い出してましたねと原口は交流戦前に語っていた若い選手が多い打線に物語のある男を再びスタメン起用してみるのはどうだろうか ファンの反応原口が名古屋でホームランを打った後速攻で原口から大山に帰えられた。それを見て明日は絶対に大山がスタメンだと思ったが、やはりそうなり、また原口は控えに回された。これはいつものことだ。原口は昔からそんな扱いを受けているが、それでも常にチームのために動いている。キャッチャーでもファーストでも干され、さらにがんを患っても前を向いて頑張る彼は。 チームで最もメンタルが強いはずだ。スタメン翌日、大山がヒットを打ったときに心から喜んでいる原口が好きだ。4番での起用を期待したい。チャンスをお願いします。糸井さんとドメさんに挟まれていた頃の4番大山はまあまあ良かった。まあまあというところがポイントだが、それに打てなくてもここまで叩かれることはなかったし、まだ若手だったからね。でも結局、これは実力に近い感じなのではないかと思う。 岡田監督は野球に対する姿勢や、ずっと4番で使ってきた実績だけで大山を使っているのだと思う。新庄監督なら2軍で成果を上げている若手を使うだろう。岡田監督は実績重視だから、原口が三卵を打ってもすぐに大山へ戻した。優勝してくれたことには感謝しているが、実績重視の野球は崩れると脆い、今の大山は1軍レベルではない。早く決断してほしい。どうしようもなくなる前に。 間違ってたら申し訳ないが、今年のキャンプの練習試合か、オープン戦で日ハムとやったとき、現役ドラフトで加入した水谷を初めて見た。その時はまだ外野争いをしていて、守備に難があり、自信なさげだったが、その後打ちまくって何か掴んだように楽しそうだった。去年の今頃、阪神の選手たちも良い顔をしていたが、今は、自分は中野と木並みに奮起を促したい。近元が出ても、 大きいのを狙っているのかフライアウトばかり木並も去年とは違い大きいのばかり狙っているようだ去年はライナーや内野の頭を越すタンダが多かったからつながっていた自分の成績も大事だが甲子園では左打者が打っても打球が伸びないことは選手も100も承知のはずもっとチームバッティングを心がけてほしい木並の不調で得点パターンが減っているだから点が入る気がしない首脳陣も 左右対策かもしれないが、昨日の山崎は左投手なのに対左の方が打たれている、的確な采配を期待します。